ついにアメリカも最新のミサイルの開発を始めたんだってな。軍事兵器に関しては全てアメリカが他国を一歩も二歩も先行してる感があるけど、ミサイルに関してはトマホーク以降あんまり話が入ってこないよね。アメリカが本格的に開発に乗り出したってミサイルは長距離極超音速兵器と呼ばれる兵器だね。正直この分野に関しては、ロシア、中国に少し遅れを取ってる感があったよね。アメリカが軍事兵器開発で他国に遅れを取るってことがあるのか？そうだね。遅れを取ってるっていうよりも、どこに力を入れていたかってことになるかな。正直、長距離極音速兵器以外は、すべて世界の最先端の兵器だからね。この分野よりも、現段階では他の兵器開発の方が優先事項が高かったということだと思うよ。世界で最も有名なミサイルトマホークがまだ現役で使われるほど優秀な兵器だったってことなんじゃないの？確かにそれもあるよね。トマホークミサイルは開発当時、もうこれ以上のミサイルは開発されないんじゃないか、と言われるほどの最高傑作だったと言われてるんだ。トマホークがあったから開発が遅れてたというよりも、開発に取り掛かっていなかったってことか。開発をしていなかったってことはないだろうけど、急ぐ必要はなかったってことだろうね。それじゃあ今回は、アメリカが本格的に開発に乗り出した長距離極超音速兵器について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。まず極超音速兵器とは音速の5倍以上の速度の兵器ってことなんだ。この分野の開発では、今現在は中国やロシアに一歩遅れを取っていたアメリカなんだけど、F-35 戦闘機の開発で有名な、ロッキード・マーティン社にアメリカ陸軍が開発を依頼したんだ。この開発は、アメリカ海軍で使用されているトマホーク巡航ミサイルや、SM-6 艦対空ミサイルをベースに地上を自走する車両に搭載されるものだと言われてるんだ。あの有名なロッキード・マーティン社だな。戦闘機開発でおなじみだね。何回も名前出てきたから覚えたよ。世界最強の戦闘機と言われる F-35 を開発した会社だから、今回の開発もすごいの作ってくるんじゃないのかな？世界で最も実戦経験が豊富で最高傑作の巡航ミサイルトマホークやアメリカや、日本でも標準になっている MK-41 垂直発射機に装備される SM-6 を有用し開発することで信頼性、性能は文句なしだと言えるね。でもね、実はトマホークミサイルや、SM-6 はロッキード・マーティン社が開発したわけではないんだよね。そうなの？話の流れ的にトマホークもロッキード・マーティン社が開発したものだと思ってたよ。確かにてっきりロッキード・マーティン社が開発したと思ってたぜ。トマホーク、SM-6 ともにアメリカのレイセオンテクノロジー社という会社が開発したんだよね。レイセオンテクノロジー社はミサイル製造で、世界一のシェアを持ち航空機様用から艦艇用まで幅広く開発してるんだ。レイセオンテクノロジー社、あんまり聞いたことなかった社名だけどミサイル製造ではナンバーワンだったんだね。覚えておくよ。今回のロッキード・マーティン社が開発してるのは、MK-41 垂直発射機、射撃管制装置などをトレーラー型の車両に搭載する形式のもので、既存のトマホークミサイルや SM-6 を有用することで早い段階で戦力化することを狙ってるんじゃないかな。それじゃあ今回ロッキード・マーティン社が開発してるのはトマホークミサイルの改良型って感じなのか。トマホークが最高傑作だっただけに期待できそうだな。そうだよねー。ミサイル製造世界一の会社が作った最高傑作のミサイルに、F-35 戦闘機を開発した会社が手を加える絶対すごい兵器になるよね。それで実戦配備はいつ頃になりそうなのかな？そうだね。一応目安としては2023年までに試作機の完成を目指しているようなんだけど、実戦配備がいつ頃になるのかは、現段階では確認が取れてないんだよね。それじゃあ次は、アメリカがこの極超音速兵器の開発に乗り出した経緯について見ていこうか。この開発中の兵器の名称は、LRHW ロングレンジハイパーソニックウェポン。日本語では長距離極超音速兵器機と呼ばれていて、弾道部分にはアメリカ海軍と共同開発中である極超音速滑空体 CHGV が使用される予定なんだ。なんかわかりにくい横文字がたくさん出てきたね。まあそこはあんまり気にしなくてもいいからね。現状 LRHW の最大射程距離は約2250キロ程度だと言われていて、この兵器開発の最大の目的は中国が実戦配備を進めている、滑空体 DF-17 号に対処するためだと言われていて、日本へ配備されることもほぼ確定済みなんだ。日本にも配備される予定なのか、そりゃあ心強いな。もともと中国が DF-17 号を配備した目的としては、アメリカの空母打撃群を自国に近寄らせたくないからって理由が濃厚で、これまでことあるごとに世界中に空母打撃群を送り込んできたアメリカの、
軍事的優位性を覆す目的だと考えられてるんだ。確かに中国としては、何かあるたびにアメリカが乗り込んでくるのは鬱陶しいだろうね。この DF-17 号を中国が開発できたのは、アメリカと旧ソ連が1987年から軍縮のために、締結していた中距離核戦力全廃条約の制限を受けなかったことが原因だとされてるんだ。当時は、世界中がアメリカと旧ソ連の軍縮ムードを歓迎する状態だったんだけど、経済力、技術力を急速に伸ばしてきた中国が、軍縮ムードの隙をついて開発を進めた形になったんだね。抜け駆けってことかよ。相変わらずずる賢い国だよな。なぜ中国がこんな抜け駆けのような行為をしたのかというと、中国は1995年から1996年の第三次台湾海峡危機の時に台湾にミサイルを発射するという威嚇行為を行ったんだ。この時にアメリカはすぐに2つの空母打撃群を派遣して圧倒的な戦力で中国の動きを抑え込んだんだ。この時の屈辱から中国はアメリカの空母打撃群への対抗策を考え出したと言われてて、その答えが DF-17 号を配備してアメリカの航空戦力への抑止力としたんだよね。なんだよそりゃ。そもそも中国が台湾に対して威嚇行為なんかしなかったらいいだけだろうが、全く勝手な国だな。アメリカは2019年に中距離核戦力全廃から撤退したんだけど、これは中国の DF-17 とロシアの巡航ミサイルの射程距離への危機感からだと言われてるんだ。アメリカの撤退したことで同年8月には条約は失効して、そのタイミングでロシアは艦艇搭載型の NK ミサイルを地上発射型に改良し、さらにそれを極超音速化した兵器の開発に乗り出したんだ。中国とロシアのミサイル開発はアメリカだけの問題じゃなくて日本にも大きく影響してくるよね。もちろんそうなるよね。中国とロシアのミサイル開発は日本の防衛戦略にも大きな影響を与えることになって、日本政府もかなり問題視しているようだよ。だけど、日本の陸上配備型ミサイル迎撃システムイージスアショアは、発射後のブースターの落下位置を制御できないことが理由で中止が発表されたんだ。それやばいんじゃないの？中国、ロシアもそうだけど北朝鮮なんかバンバン日本海に向けてミサイル発射実験をしてるじゃん。そうだね。中国やロシアのミサイルは十分に日本は射程内に入ってるからね。中国、ロシア、北朝鮮の新型ミサイルの登場で日本にとってはさらに深刻な問題になってしまったね。北朝鮮の弾道ミサイルだって、少しずつ射程距離と精度が上がってきてるって話じゃないか。これから、もし最悪日本にミサイルが発射された時の対応策を考えないといけないな。当然、北朝鮮がこれだけ威嚇行為を行ってる現状だからね。日本としても早急に対応策は検討してるだろうね。これからの、自国の防衛システムの発展に期待したいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー。待ってました。今回の豆知識は、アニメの話なんだけど、アニメかよ。ゴルゴ13の早打ちは 0.13 秒、ルパン三世次元の早打ちは 0.3 秒、ドラえもんのび太の早打ちは 0.1 秒。のび太めちゃめちゃ強いじゃん。つまり、幾度となく戦ってきた人たちよりのび太が強いんだってさ、小学5年生恐るべし。じゃあ、僕の豆知識コーナー終わりだよ。また見てね。動画を見てくれてありがとう。ありがとう。ズドーン、バキューン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 。